せ。ひろこちゃん。そうさ、私はこの時を待っていたんだ。ひろこちゃんのスケジュールを調べ、実物のひろこちゃんに会う。それが当面の私の人生の目標だったのだ。それが今目前に迫りつつあるのだ。そうだ、握手して背中いっぱいにサインもらって。ナナコ、パパは頑張るぞ。ひろこちゃんにお前の新しいお母さんになってもらうためにな。おお、あれに見えるが撮影頑張れ。はい、それ待ってよ、タニ。おや、一ノ瀬さん、病床のあなたにこの花を贈ります。この花は僕です。そっと目立つように窓辺に置いておきます。あなたは気づいてくれるでしょうか、僕の愛。まあ、奥志賀君たらありがとう。お受けするわ、あなたの愛。一ノ瀬さん、奥志賀君。イエーイ、ごめんだり。まあ、思ったら最初だに。よ、ベルに頼まれたんだね。あら、おっと、どうしたんでしょう。あれだけ優位な下位運びをしていたのに突如として動きが止まった。おっと、いきなり昔のスタイルに戻ったぞ。じゃあけー、ビシビシビッキンビッキンだ。ビシ、悪く思うなよ。そんな使い方してねえだに、街がめちゃくちゃだに。あいじゃ、コウジルの方がはるかにマシだに。スケベなだけ罪がねえだに。だまー、いいね、よかったね。ミラクルヒーローはこの丹念のコウジロー様一人なんだもんね。はいはい、どうもどうも、すんません。あ、よいしょ、あ、よいしょ。だまー、おのれー。あら、ミラクルスーツが。やべえ、タンネ君さあ来たんだよ。どうも、胸も足も。タンネ君がさっちゃんと私を。いや、レル、今度はみんなの記憶を消すだに。タイムマシンを使って時間を昨日に戻すだによ。でも俺タイムマシンなんか持ってねえだによ。レル、パラ兄さんに感謝するだによ。オートリモートコントローラーシステムのタイムマシンで地球時間を1日前に戻してやるだに。スイッチオン。時間よ、戻れ。へい。なあ、見ろよ金庫、今日からここで俺の新たな青春が息づくのだ。東京、俺の青春。東京の高校、俺の憧れ。8番、丹根浩次郎。はい。君か、北海道の中学からはるばる来たというのは。ぜひ、北海道の中学から入れるんだ。いや、名前なんていうのかなと思って。一ノ瀬ゆか。ゆかちゃん、どっかで会ったような。私もなぜか懐かしいような。三つ目すぎ、うん、お前馬がうんこして遅刻すんじゃなかったのか。なんか
お前って言えば東京マンのくせに下品だぜ、奥志が。うん、どうして僕の名前を。さあ、俺にも分かんねえって言えば、なんでだろう。油断なんねえやつ。丹根浩二郎か。なんか気になる垢抜けボーイだわ。1日戻すつもりが1年近くも戻してしまっただに。レル、どうするだに。ミラクルベルト、もう一度浩二郎君に渡すだにか。この前は偶然浩二郎にミラクルベルトを渡しただにな。今度は檻の石で渡すだに。アホタリ最低男と家事手伝い陰険馬だにが。バラ、檻、あいつらと一緒にいてなんか大事なもん見つけたような気がするだに。レル、君きっといいプリンスになるだによ。アデューダニ、レル。銀行、垢抜けた青春を送ろうぜ。いひーひー、分かってらな、こっちゃん。銀行、こっちゃん。お、見ろよ金庫、火事だ。お、俺ん家のガレージが燃えてんぞ。金庫、バケツだバケツ。はいだ、行くぜ。